ガツンと一発ヒマラヤスポーツ春日井店シューズスペシャリストの石原と申します。よろしくお願いいたします。本日ご紹介するシューズはこれ、プーマフォーエバーランニトロニットです。はい、皆さんお久しぶりですね。約1年ぶりになるんですけども、僕は元気よく走っておりますのでご安心ください。ということで、今日はヒマラヤスポーツ本館に来ております。で、今回ご紹介するこちらのシューズになるんですけども、こちらのシューズを一言で表すならハイスペックおしゃれランシューズです。まあ、どういった方をターゲットにしているかっていうと、ゆっくり長く走りたい方や、ウォーキング使いしたい方です。で、このデザインを見ても分かる通り普段履きにも使用できます。で、こちらのシューズも、重量が 274g と、クッションシューズにしては結構軽量にできておりますので、非常に履き心地がいいんじゃないのかなと思います。ではここからこちらのシューズの魅力をなんと5つ紹介していきますので、よろしくお願いいたします。ではポイントその1、アウトソールです。こちらのアウトソールになるんですけども、今回プーマグリップっていうのを採用しております。こちらのグリップはドライな環境でももちろんなんですけども、一番効果を発揮するのは濡れた路面で結構グリップしてくれるんですよね。こちらの素材そのものはアディダスのコンチネンタルラバーに並ぶぐらいグリップ力が強いですので、ぜひ実感してみてください。ポイントその2、クッションです。今回こちらのミッドソールに使われているクッション材は柔らかくて弾む履き心地が特徴的なニトロフォームというのを使っています。硬いところと柔らかいところ、2層構造にすることで安定感とクッションを出しています。で、他ブランドと比較するとホカやニューバランスのクッション材と似ているんですけども、比較してもこちらのニトロフォームの方が柔らかく感じます。ポイントその3、アッパーです。今回のこちらのアッパーは名前の通りニット素材を使っています。ですのでとても柔らかくて履き心地がいいです。ただ柔らかいだけですと、走行中ブレてしまいます。ただここがすごくいいポイントなんですけど、プーマのサッカーシューズに搭載されているこのパワーテープという、ブレにくくするためのサポート素材が入っていますので、柔らかい履き心地と安定感を両立しています。ポイントその4、安定感。今回のこちらのシューズ、先ほどのこのパワーテープもそうなんですけども、ソールの幅を少し広げていたり、ヒールカップに硬い素材を採用することで安定感をアップさせています。ゲルカヤの波とは言い難いかもしれませんが、それに近い安定感を持っています。今のランナーに非常に多いスポーツ障害が、足元がブレることによって体の中心部分の疲労骨折が多いので、こういった機能があるのはありがたいですよね。ポイントその5、インソールです。皆さんここに注目してください。このポッコリがあると思うんですけど、実は僕このインソールに一番興奮してるかもしれません。ここのポッコリなんですが、簡単に言うと横アーチっていうのを少し支えてくれる機能になります。横アーチというのは足でいうこの部分になるんですけども、クッションの役割を発揮したり指を使いやすくしてくれます。特に成人女性の方はここの横アーチが下がっていることが多いですので、こういった機能があるのはありがたいですよね。おそらく既存のシューズに入っているインソールでは、私が見てきた中ですと史上初の搭載になると思います。ではこの本館にもミニ高橋直子ロードという試走スペースがありますので、早速フィッティングして走ってみたいと思います。では行ってみたいと思います。はい、ではミニ高橋直子ロードにやってきました。では今からフィッティングして履いてみたいと思います。まず履くときなんですけども、こことここを持っていただいて、多少ちょっとグッと入れる感じで
でヒールカップが潰れないようにしましょうか。もう結構ねスッと履きましたね。でまあ僕ねこのシューズフィッティングにめちゃめちゃ命をかけてますのでやってみたいと思います。あの履き心地はすごくこの辺とかね伸びて柔らかい上に、まあ、ここのバンドが結構しっかりしてますのでフィット感すごくいいですね。僕ね甲がめちゃめちゃ高いんですけど、まあここの甲少し気になる方は紐の通し方をねここのバッテンをちょっと、まあ、なくしてフィッティングしたりとか、まああえて紐抜きにするのもありかもしれませんね。はこれで縛ってみたいと思います。これ本当に履き心地いいですね。ピタッとして柔らかいみたいな。では今からこちらのシューズでここを走ってみたいと思います。はい、では早速こちらを走ってみたいと思います。じゃあ行きます。はい、行きます。おお、すごいですね。普通柔らかいクッションっていうのはついた瞬間グッと沈み込んだりとかブルッと、まあ、震えたりとかするんですけども、まあ、さっき言った安定感っていうのがすごくよく感じまして、まあ、設置した瞬間この弾む押し返してくれる感じももちろんあるんですけど、グッと柔らかいのにそこからブレない、ブレにくいっていうのを感じましたね。あとは設置の時に最後にご紹介したインソールのあのポッコリの部分がウィッと支えてくれるので指が使いやすい感じもありました。これはね独特の履き心地なんですけども、見た目カジュアルシューズなんですが、まあ機能的にはやっぱり永遠に走り続けるっていうのがコンセプトなので、まあ、怪我しにくい高機能シューズだなと思いました。はい、ということで戻ってまいりました。まあ、こちらのシューズをまとめると、他並みのクッション、アディダスに負けないグリップ力、ナイキみたいなニット素材の履き心地抜群で、アシックスに劣らない安定感っていう他ブランドのいいところをギュッと一つに集約したハイスペックおしゃれランシューズです。なので冒頭でも申し上げた通り、まあ、これからランニングを始める方やゆっくり長く走りたい方、普段履きウォーキングにも使えますので、ぜひ実感してみてください。で価格は 19,800 円です。で全国のヒマラヤで7なんとすでに販売中ですので、ぜひ店頭でフィッティングして歩いたり見たりとかして実感してみてください。では最後にチャンネル登録、いいね、コメントぜひよろしくお願いいたします。では皆さん最後にお決まりのフレーズいきますよ。スポーツするならヒマラヤ。